神林に高子山送り出して神林琴豊かに龍鳳ははたき込みで龍鳳北斗国と土佐豊か先場所ともに新十両で負け越して幕下へ下がった二人は土佐豊かが寄り切って勝っています。体重を5キロほど絞って147キロなのが東時津風部屋の